吉江さん、和服トレーダーとでも言いましょうか。 FX のおかげで万々歳でございます。まあ、FX っていうのがね、軸にあるとまずはトレードで勝てるんですよ。しかも私毎日相場解説をして、その結果をまたね動画でやってますんで、まあ大抵の方が見たらね、あ、本当に言った通りになってる、本当にこの人勝ってるって分かるんですよ。ですんですごくね、シンプルでいいですね。で、FX ってのはその概念的なものじゃなくて、どこまでこう言語にできるか、言語ができるかってところがミソだと思いますんで、私は FX を3つのフェーズに分けてるんですよね。で、その3つのフェーズの一番下のところは、とにかく専門用語を覚えないとダメっていうやつなんですよ。その専門用語を1日1個覚えて、3ヶ月かけてしっかりと覚えていくっていうのがね、この私の FX 基礎講座ってやつなんですけども、昨年の 10月から12月まで配信してまして、こちらがね、45件売れてですね、で皆さんね頑張ってそれで覚えていってくださってるって形です。それも吉谷さんもご存知だと思いますけども、ブックオフで中古の本一冊買ってきて、それを一人で見ても覚えられますよっていう風な立て付けで、どうしても本から覚えにくい人が私の教材使ったらどうですかって形で、本当にねただ暗記するだけの教材なんですよ。まあ、ですんで、詐欺も何もないんですよね。暗記する商材を買うのか、暗記するために本を買うのか、あなたはどっちってやつなんですよね。でおかげさまでね、ファンの方が気持ちで買ってくださったところも大きいと思いますけども、これ今度こそ一生懸命やろうかなと思った方がね買ってくださって、で、今年は中級編ってのがね2月から始まりまして、2、3、4、今5月ぐらいまで行こうかと思いますけどね、でこちらの中級編っていうのは FX のいろんな技があるんですよね。私はそれを4つに分けて、ゾーン、逆田語法、エリオット波動、フォーメーション分析、この4つの手法で私自身もずっと5年間やってきましたんで、この4つの手法をマスターすればね、これは私と同じような成績出るんじゃないですかってことで、しかも相場解説も毎日やってるんで、なかなか説得力があるでしょ。で、中級編っていうのはやっぱりちょっとね、基礎を覚えた人じゃないとなかなか難しいところがあるのと、あと中級編ってね、チャートに補助線を引く練習が結構あるんですよ。で、補助線を引いたのを提出していただければ、私が添削してどんどんその補助線が正確に引けるようになってきて、結果フォーメーション分析もエリオット波動も逆田語法も使えていけるようになるっていうね、これ今までにこういうのをねやっている人はいなかったと思いますんで、私はこれのねリアルタイム感と、あと課題提出っていうか、課題じゃなくてもこういうふうに考えてるんですけどってのを送っていただいたら、そのスクリーンショットに基づいて動画で返信するっていうね、きめ細かいやつをやらせていただいて、これはなかなかね今受けてるんですよ。中級編もね今20数名の方が入ってくださって、で、日々ねお問い合わせもありますんで、まあ、当然ありますよね。お問い合わせもありますので、今私がお話したことをお伝えしてですね、あとはまあ申し込みを待つか、それとも私のいつものね相場解説を見ていただくか、速稼塾に入ってより深く知っていただくか、まあいろいろあるわけですけども、基本的には FX といえども本屋に行って本買ってもいいわけなんですよ。でもほとんどの方は本から情報を受け取る、学びを受け取るってことがやっぱね学校の教科書以来苦手なんですよね。なんか最近やっぱり動画とか音声で学ぶと身につきやすいってことなんで、まあ動画や音声も配信させていただいて、まあいろんなところにね私の FX ってものが広がってきたかなというところでございます。まあ FX ってね本当すごいなと思うのが、一回手にすると実力が落ちるってことはないんですよね。あとはやっぱりしっかりと納税に気をつけていけば大転落することがないと思いますし、なんかすごい心の安定っていうかね、特に2020年はコロナショックがありましたけども、 FX がある限り全く影響ないですね。これはすごいなと思いました。でしかも仕入れもいらないし、広告もいらないし、集客もいらないというね、ビジネスが苦手な人はもううってつけなんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、このぐらい FX のことをずっと言えば、 FX のねSEO が、この音声 SEO が効いてくるんじゃないかなっていうところもあって、今回の動画撮ってみました。それではね、 FX をいっぱい詰め込んだこの動画どういう風になるでしょうか。多分あんまり変わんないとは思いますけどね。はい、ではいってらっしゃい。 FX 本当にありがとう。